脳腫瘍、脳腫瘍、脳腫瘍、ブレイントゥーマーとは、脳の疾病の一つで、頭蓋内組織に発生する新生物、腫瘍のことを意味する。すなわち、脳腫瘍は、脳細胞だけでなく、硬膜、蜘蛛膜、頭蓋内の血管や末梢神経、その他の頭蓋内に存在する、あらゆる組織から発生する。発生頻度は、毎年約10万人に12人の割合であると、されている。 具体的な発生要因は明らかではない。脳腫瘍は通常何らかの症状が出現した時には、すでに腫瘍はある程度の大きさに成長しているため、脳不死を引き起こしている場合がほとんどであり、頭蓋内圧更新症状すなわち、頭痛、吐き気、嘔吐等を起こすとともに、発生部位によっては局所症状として、視野欠損や難聴、運動麻痺、言語障害などを伴うことがある。 また、皮質に病巣がある場合は、痙攣発作を起こす場合が少なくない。なお、頭痛は朝起きてすぐが最も痛みが強く、モーニングヘデイクと呼ばれる。女性の場合は、字には、男性も、初期兆候として、妊娠していないにもかかわらず、母乳が出る、乳汁漏出というものがある。これは、乳汁分泌ホルモン、プロラクチンの過剰酸性によるものでしかぶ。 脳下垂体の機能障害によるものとされ、トルコアン近房の腫瘍に特徴的に見られる参考。脳腫瘍は前述のように多種多様な組織から発生するため、分類には発生派8を基準にした世界保健機構による脳腫瘍組織分類が世界的に用いられており、2006年度版ではに代別された約130種類の脳腫瘍の組織型が定義。 されている。一般に、脳腫瘍における病理組織学的な悪性度も、組織型の分類と同じ工夫による分類法が利用されており、悪性度が最も低いグラード i から、悪性度が最も高いグラード4までの4段階に分類しての腫瘍と対比している。この悪性度と発生部位には関連性があり、一般に、脳外の場合は、比較的良性の場合が多く、 逆に脳内の場合は悪性である。可能性が高い傾向にいる。風のグラード I とは原曲性で、良性。グラード E とは浸潤性であるが低悪性。細胞異形のみ。グラード E とは体形生成。細胞異形と、核分裂像。グラード4は、悪性。細胞異形。核分裂像に加え、微小血管造成。エシである。このグラードは予後に相関すると考えられており。 治療法の選択に影響する。ただし、脳腫瘍は、その発生場所が、脳という人間の思考、人格や、格臓器のコントロールを司る器官であり、かつ丈夫な図骸骨に囲まれた狭い場所であるという、特殊条件ゆえに、前述の病理学的なものだけで、判断するのは好ましくなく、臨床的な立場で悪性度を考える必要がある。例えば、病理学的には、グラード、 アイ,イコール良性腫瘍であっても、頭蓋内圧更新から脳ヘルニアを起こして致命的となり得る。すなわち、腫瘍の発生部位、大きさ、浸潤性、口実であるかどうか、放射線もしくは薬剤に対する反応性などを考慮する必要性がある。なお、脳腫瘍には、基本的には病気という概念は存在しない。つまり、子供が両耳側反応を訴えたら、 頭蓋陰頭腫や肺細胞腫を疑い、成人が同じように両耳側反毛を訴えたら、下垂体腺腫を疑うのが通常である。頭蓋陰頭腫、肺細胞腫、下垂体腺腫はいずれもトルコアン部に後発するため、両耳側反毛で気づくことが多い。これはこの部位の腫瘍は重篤な脳ヘルニアを起こしにくく、慢性進行性の頭痛などを主訴にしにくいからである。 こういった部位は、脳ヘルニアの起こし方などにも関わってくる。咽頭蓋陰頭腫は高頻度に石灰化が見られる。髄膜腫もしばしば石灰化を伴い、造影剤使用 CT、または MRI、GD 造影 T1 協調画像で、均一な増強効果を認める、ドゥレルテールサイン鉱膜と使用の付着マイナスが特徴。神経にかわ腫は、脳実質との境界が不鮮明で、 増影すると不均一な古戦像、またはリングエンハンスメントが認められる、ニカワガ種。他にリングエンハンスメントがある疾患には、脳脳用や転移性脳腫瘍が挙げられる。悪性度の低い神経ニカワ種、正常細胞種などは、一般的に増影効果が低い。脳腫瘍の治療において使用される治療法は、基本的に外科手術であるが、 他に放射線療法や化学療法といったものがあり、それぞれの特徴や現状などについて簡単に述べる。脳腫瘍治療の原則は、手術による下級的な摘出である。良性腫瘍であれば、腫瘍と正常脳組織との境界が明瞭であることが多く、全摘出できれば感知が期待できる。一方悪性脳腫瘍は、周囲の正常脳組織に浸潤性に発育するため、 全摘出は困難か不可能なことがほとんどである。摘出の際に隣接した正常組織まで摘出してしまうと、摘出部位によっては、術後に肩麻痺や言語障害などの重篤な後遺症を残してしまうことになる。したがって手術中に、モーター異木とポテンシャルやセンサリー異木とポテンシャルなどの電気生理学的モニタリング、あるいは現在の手術操作位置を リアルタイムに知ることができる、ニューロナビゲータ、ー、10中 CT や MRI 等を駆使して、使用をできるだけ多く摘出することが試みられる。また、言語エアに存在する、神経にカワシュなどに対しては、覚醒化手術も行われている。放射線治療は放射線を使って、腫瘍細胞を破壊するもので50から 60G、グレーを十数回に分けて照射するのが一般的である。 放射線感受性の高い効果の現れやすい腫瘍には肺細胞腫、リンパ腫、髄芽腫などがあり、これらの中で肺芽腫は特に感受性が高く放射線照射のみで治癒する場合もある。また一部の腫瘍ではガンマナイフやサイバーナイフと呼ばれる患部に集中的に放射線を浴びせる機械を使用した治療が行われる。化学療法は薬剤を使用して 使用を縮小させる方法であるが、脳には血液脳関門と呼ばれる異物の侵入を阻害する機構があるため、薬剤が目標箇所に到達しにくいという問題を抱えている。最近では、神経にカワ種に対してはテモゾロミドを用いるのが一般的である。また、頭蓋内悪性リンパ種に対しては、ハイドーズ MTX 療法が行われる。 転移性脳腫瘍に対しては抗付腫療法として、グリセオール 200ml を1日2回や、デキサメサゾン 6.6mg、または、プレドニン 20mg1 日2回の抗付腫療法にて、一過性の症状改善が得られることがある。30G の全脳症者など放射線療法が併用されることがある。その他の治療法としては、生体の免疫作用を高めて、 腫瘍の成長を阻害する、免疫療法、BRM、バイオロジカルレスポンスマダファイヤーズ、生態応答調節剤や、遺伝子療法、さらには、重粒子線、陽子線を用いるものや温熱療法などが、考案されているが、現段階ではこれらはあまり期待できるものではない。脳腫瘍はこれまで述べてきたように、多種多様の腫瘍から成り立っているため、当然ながら、 その治療法も個々の腫瘍によって差異がある。そのため、ここでは具体的な腫瘍に対する記述を避け、良性の場合と悪性の場合における基本的な治療方針といったレベルの記述にとどめる。グラード I、E の腫瘍を指す。腫瘍を全摘出できれば感知が可能。一方で、脳幹部や 頭外いなどに発生した、極めて高難易度の手術技術を要する腫瘍の場合は、完全摘出が困難であり、後遺症を残さずに摘出できない場合もある。腫瘍によっては術後放射線療法を加える場合も、ある。グレード部4の腫瘍を指す。最も多いグラード4の神経にかわしは、感知不能であり、いかに、人間として行動できる時間、ユースフルライフもしくは QOL。 クオリティオブライフを伸ばすことができるかというの、治療における最大の焦点となっている。手術可能な部位であれば、下級的に腫瘍を摘出し、放射線治療、化学療法などの補助療法を併用し、再発した場合は、化学療法、場合によっては、手術療法を行というものである。しかし、医学の発達にもかかわらず、生命予防の改善はかんばしくなく、 特に神経にかわしゅの場合は、いかなる手段を講じても、その平均余命は1年程度に過ぎない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。